やば、液タブと iPad つながってる。どうも、イラストレーターの森です。今回はスマホが片手デバイスになるという神アップデがクリスタで行われたので試していこうと思います。ちなみに iPhone と Android 両方対応みたいです。果たしてこの新しい機能は使い物になるのか。今回は iPad 版で試します。もちろん PC でもできるんですけど、PC には高機能片手デバイスがたくさんあるので、今回は iPad でお試しです。iPad は iOS の使用上、多機能といえる片手デバイスが未だありません。そこに出てきたのが、このクリスタアプリのスマホ片手デバイス。それでは使っていきましょう。まず接続ということで、iPad とスマホのクリスタを最新バージョンにアップデート。そして起動します。すると、iPad のここにスマホマークが出現します。これを押すと QR コードがこのように出てきます。そして次はスマホ操作、クリスタを起動させて同じくここにあるスマホマークを押して QR のスキャンを選びます。カメラが起動するので QR を読み込ませれば完了。簡単すぎる。ちなみにスマホ版クリスタは無料だと1時間制限がありますが、片手デバイスとして使っている際は制限なしの完全に無料で使えます。ね、どんな機能があるのかというと、まず一つ目はクイックアクセスという機能です。これは好きな通路を自由に配置できて、このように押せばツールなどが入れ替わります。クリスタの機能はほとんどショートカットに入れられるので、カスタマイズ性は非常に高いです。私は使ってるブラシや消しゴム、メインカラー、サブカラーの入れ替えやアンドゥ、新規レイヤーやレイヤークリッピング、レイヤーの透明度をロックなどなど、いろいろ設定しています。 iPad 側でクイックアクセスがあらかじめ登録されていればそのまま同期されますので楽ちんです。使ってる感じ反応も早くて、あんまりラグは感じないですね。そして2つ目の機能、カラーサークル、よく見るあれがスマホで選べるよって感じ。このようにね、くるくるっと色を選べます。ラグも少なくていい感じだけど、いまいち使い道がよくわからん。iPhone と iPad の液晶モニターの色って全く同じではないので、 iPhone で狙った色を選択するのが難しい。これなら iPad で色選ぶかな。そして3つ目、ジェスチャー機能。 iPad と同じ感じでタッチとかスワイプできます。ズームやアンドゥやキャンバス移動などなど、指を動かすとね、このように操作できます。でも正直 iPad の片手デバイスとして使うなら本体触るよねって感じですが、この機能は動画後半で紹介する液タブに iPad を接続した時に面白い機能になります。そして4つ目の機能、これは画像を読み込んで色をスポイトできるという機能です。私のスマホの写真にあるこのゲーミング神社の画像を読み込んでみました。このようにね、スポイトで色を取得できます。スマホに保存している画像の色味を iPad に持ってこれます。スマホで保存していた気になる画像をお手軽に iPad に色を移せる感じ。5つ目は色混ぜ。絵の具のパレットで色を混ぜるようなことをデジタルでもできます。最近追加された機能ですね。アナログ感とかある絵に結構便利なんですよ。お手軽に混色した色が使えます。6つ目はプレビュー機能。今描いてる絵がスマホでミラーのようにして映せる機能です。リアルタイムで描画されるので、今描いてる絵の全体図を気軽に見れるので便利。 iPad で絵を描いてるとどうしてもズームして描いちゃうので、絵全体がね、見えるようにプレビュー機能が隣に置けるのはありがたいですよね。スマホで見た時どういう感じに自分の絵が写っているのかっていうのも分かりやすいのがいいよね。この機能も後半 iPad で使うと化けるのでお楽しみに。そして最後、7つ目の機能はシフト、コマンド、オプションキー。Windows だったらシフト、コントロール、オルトがスマホ上で使える感じになっています。これの何がいいかっていうと、クリスタのショートカット設定ってほとんどのことがショートカットできるんですよ。でもこのシフト、コマンド、オプションキーなどは登録できないんですね。実はこのキーはお絵かきショートカットではかなり重要で、シフトは直線描画、他にもレイヤー複数選択、変形の縦横比固定などのショートカットに割り当てられます。コマンドはレイヤー移動の他にレイヤー複数指定選択など、オプションキーはスポイトですね。
そしてシフトとコマンドを同時押しでレイヤー選択です。このレイヤー選択というのはクリックした描画のレイヤーにジャンプする機能です。簡単に言うと、この絵のまつげをいじりたいと思ったらシフトとコマンドキーを押しながらペンでタッチすれば一発でこのまつげが描画されたレイヤーに飛べます。これはね、最強に便利で私もめちゃめちゃ使う機能です。これで全ての機能を紹介しました。個人的には1つ目のクイックアクセスをメインに使いつつ、最後紹介した7つ目のシフト、コマンド、オプションキーも合わせて使いたい感じですね。ただこの2つの機能は離れすぎてて不便。クイックアクセスは一番左側で、シフト、コマンド、オプションキーは一番右側のタブなので、切り替えるときにわざわざスクロールしないといけないです。この2つ絶対組み合わせて使う人多いのに、なんでこんなに離して設置してるんだろうっていうのは素直に疑問。隣り合わせにしてほしいですよね。まあでも iPad の画面って小さくて圧迫されがちなので、こういう片手デバイスも選択できるのは素晴らしいですね。で、冒頭で液タブと iPad をつないでましたが、その技を紹介します。まず iPad でクリスタのスマホ版をダウンロードします。 iPad 版じゃなくてスマホ版です。するとすんなりダウンロードできるので、こちらを起動します。表示が小さくて見づらいので右下のフルスクリーンボタンを押して画面を引き伸ばしてあげます。そして右上のここのスマホアイコンを押して QR をスキャン。 PC 側で QR を表示して読み込めば接続完了。こうするとさっきの片手デバイスが iPad で操作できます。私の iPad は 12.9 インチなので大画面の片手デバイスになります。大きいので操作しやすいですが、もう大きすぎて片手に収まりきらないほどのデカさ。遅延も少なめ。そして液タブでもこのように疑似タッチ操作ができるんですよ。ジェスチャーすれば拡大縮小やアンドゥなどもできる。あくまで疑似的なので液タブの本体をタッチしても操作できませんが、なんとなく iPad っぽく使える。これね、ちょっと面白いです。そして今回最大の目玉、今描いている絵をリアルタイムで大画面表示してくれるプレビュー機能。こうやって液タブで描くと iPad 側でもリアルタイムで描画されます。遅延は多少あるものの、これは素晴らしい。何が素晴らしいかというと、これね、液タブ以外にも iPad と iPad、 iPad と Android などの組み合わせでもできるんですよ。 iPad はね、画面が1枚なので全体をチェックしながら描くのは苦手だったんですが、これを使えば大きな画面で絵全体のバランスを見ながら絵が描けちゃうんです。ズームして描いてるとどうしても絵が破綻しやすいので、これはね、便利すぎますね。もちろんいつでも片手デバイスにも入れ替えれますので、余ってるタブレットを持ってる人は使ってみてはいかがでしょうか。 iPad でリアルタイム色味チェックできるの素晴らしいよね。 iPad で綺麗ですしね。で、この左手デバイス機能、注意事項として、同じ Wi-Fi ルーターでスマホとタブレットをつなぐ必要があります。なので外とかではね、あんまり使用する機会がないかも。スマホのデザリング使えば外でも片手モード使えるっぽいですが、ギガ消費が大きいかもしれないので気をつけてください。そしてここから注意点です。 iPad で片手モードを使う際に、 iPad に iPhone 版クリスタと iPad 版クリスタ、この2つを一緒の本体にインストールすると不具合が出ます。このやり方推奨されてるわけではないので当たり前っちゃ当たり前ですが、で、どんな不具合かというと、クリスタの素材をダウンロードする際にこのようにね、スマホ版が優先的に開いちゃって iPad 版クリスタにダウンロードできなくなります。なので大画面サブビューとして使うなら片手デバイス専用の iPad が欲しいところ、まあ、スマホ版削除をすればこの不具合なくなると思うので、素材 DL せずに遊ぶ分にはいいかもですね。で、結局この機能は使えるのかということで、 iPad 別に触ればいいじゃんって思う方もいると思いますが、 iPad での左手デバイスの活用って、まあ、操作しやすいとかしにくいとか以前にいい姿勢で描けるというのが一番でかいです。このように iPad をスタンドに立てて左手デバイスを操作すれば、腰を前かがみにしなかったり首がね、痛くなくなったりするんですよ。なので姿勢よく iPad で絵を描きたい人は左手デバイスはおすすめします。みんな、今すぐ余ってるタブレットを活用しよう。それでは今回はこの辺で、チャンネル登録、グッドボタン、 Twitter のフォロー、コメントなど
よろしくお願いします。